私の名前はシホ。大学に入学してそろそろ1年という時、同じ学科で同じサークルの愛ちゃんが病気になってしまい学校を休みがちに。しかも薬が合わなかったらしく、愛ちゃんは顔がパンパンに腫れ、眉も抜けて肌が霜焼けになったみたいにひび割れてしまった。もともとは肌も顔立ちも綺麗な子だったのに。それでも単位のために最低限度の授業には出なくてはならず、愛ちゃんはずっとうつむいていた。愛ちゃん、もう帰るの？授業が終わるなり、愛ちゃんは帰り支度を始める。うん。愛ちゃんに少しでも元気になってほしい、そう考えた私は。この後予定ないなら、よかったらサークルの部室に顔出さない？サークル？みんな愛ちゃんに会いたがってたよ。少しでも顔を出したらきっと喜ぶよ。愛ちゃんもこの誘いには心が動いたようだった。うん、行く。愛ちゃん久しぶり。会いたかったよ。体は平気？もう学校来て大丈夫なの？うん、心配かけてごめんね。愛ちゃんも気心知れた仲間たちに囲まれて、久しぶりに心からくつろいだ笑顔を見せてくれた。また来てね。ありがとうございます。私、愛ちゃんをそこまで送ってきます。私と愛ちゃんが部室を出ると同時、隣の部室からも誰かが出てきた。あ、この人。確か女子にかっこいいと人気のある男子だった。確か名前は達夫くんだっけ。隣のサークルだったんだ。私が挨拶しようと口を開きかけた時、彼は愛ちゃんをジロジロと見て、うわ、キモ、鏡見ろよ、と言って私たちの前を通り過ぎた。え？一瞬何を言われたのか理解が追いつかず、次の瞬間カッと頭に血が昇った。ちょっとあんた、しほちゃんいいの、私は大丈夫だからね。追いかけようとする私の腕を掴んで愛ちゃんが止める。でもその時、無理に明るく振る舞おうとしていた愛ちゃんの目からポロポロと涙がこぼれた。愛ちゃん。結局私たちは部室を出てすぐ中に戻ることに。どうしたの？何かあったの？涙が止まらない愛ちゃんにみんなが血相を変える。私はさっき会ったことをその場にいたメンバーに報告した。何それ、最低、信じらんない。私、向こうのサークルの会長と話をつけて、その達夫ってやつに謝らせる。そう言って駅幕会長に、愛ちゃんが首を横に振って止める。大ごとにしたくないんです、お願い。愛ちゃん、もともと愛ちゃんは人と争うことが苦手な優しい子だ。ただでさえ傷ついた彼女にこれ以上無理させたくない。私のせいだ。私がサークルに顔を出そうって愛ちゃんを誘わなければ、あんな男に会わずに済んだのに。しほちゃん大丈夫？顔色が悪いよ。あ、私に話しかけてきたのはことみちゃんだった。ちなみに彼女は学内でちょっと騒がれているだけの達夫なんかと違い、学外の男子にも人気のある本物の美女だ。大丈夫だから。そ、無理しないでね。私の態度ちょっとそっけなかったかな。でもことみちゃんだけあいつのことを悪く言ってなかった。普段から陰で人の悪口を言ったりしない彼女は本当に大人だ。でも私は今回ぐらい一緒に怒りを共感してほしかったのだ。ことみちゃんってちょっと冷たいよ。それからしばらくして、まだ顔は少し腫れてるけど、愛ちゃんの病気は随分良くなった。学食でサークルのメンバーと楽しく食事をしている時、愛ちゃん？私の隣の愛ちゃんが体をすくませる。すげえ。私たちの近くのテーブルに達夫とその仲間たちが座った。こちらのテーブルをやけにチラチラ見てくると思ったら、次の瞬間達夫が一人でこちらのテーブルに向かってきた。そして、なあ、今度飲みに行かん？ことみちゃんに話しかけてきた。お話中ごめん、今ちょっといい？の一言ぐらい言えよ。そばにいる愛ちゃんをあの時と同一人物と気づかないのか、それともことみちゃん以外は目に入っていないのか、どっちにしろ腹立つ。しかしことみちゃんは無遠慮に話しかけてきた達夫にも笑顔で振り向いた。だって達夫をしばらく見つめ、それからよく通る綺麗な声で、自分の顔鏡で見てから言ってくれる？と言って、興味をなくしたようにふいっと達夫から顔を背ける。口をポカンと開けて唖然とする達夫だったが、次の瞬間烈火のごとく怒り出した。ブス、ちょっと美人だからっていい気になんなよ。あ、そうだ会長、今年の夏はどこか合宿って行きます？早めに決めた方がいいよね。どこにしよっか。私たちは一致団結し、達夫の存在を完全にいないものとして扱うことに。おい、聞いてんのかブス。おい、去年と同じところでいいんじゃないですか。あそこみんなから評判良かったですよ。食事も美味しかったですしね。やがて叫び疲れたのだろう。
達夫はご飯も食べずに学食から去っていった。琴美ちゃんよく言った、すっきりしちゃった。私を含めサークルメンバーは次々と彼女を褒めた。けれど愛ちゃんは、琴美ちゃん私のためにごめんなさい。あんな大勢の人がいるところであの人にあんなこと言ったらきっと琴美ちゃんに悪いよおばんが、と泣き出しそうだった。私たちも今更気づいた。食堂には私たちを見ている人がいた。何も知らない人たちが今の場面を見たらひどい態度を取ったのはむしろ琴美ちゃんに見えるだろう。けれど琴美ちゃんは、評判なんてどうでもいいよ、あの男本当に腹立つもん、愛ちゃんが気にすることなんて何にもない、とどこ吹く風だ。ありがとう。本格的に泣き出してしまった愛ちゃんをみんなで慰める。私は以前琴美ちゃんを冷たいと思ったことを心から反省した。その後愛ちゃんが心配したように琴美ちゃんの評判が落ちるようなことはなかった。やはり達夫は、あの女顔は綺麗だけど性格最悪だ、と学食の件を言いふらしたという。けれど周囲からは、あの琴美ちゃんにそんなこと言われるってお前一体何したの、という反応が多く返ってきたらしい。もともと達夫は自分の気に入った相手には優しいけど、そうじゃない相手にはひどい態度を取る男と評判だったようだ。普段から人の悪口を言わない、誰にでも平等に優しくする琴美ちゃんとはこういうところで差がついたわけだ。しかもあの学食の件から彼をかっこいいと言っていた女の子たちも寄りつかなくなったとか。達夫本人は、なんでだよ、どう見ても俺じゃなくてあっちが悪いのに、と飲み会の度に愚痴っていると聞いた。本当に鏡で自分の顔を見てればよかったのに。あの時学食で真っ赤になって琴美ちゃんを罵っていた達夫は、醜い本性が浮き彫りになった。それこそ100年の恋も冷めるような顔をしていた。あれを見てかっこいいなんて思う女子はどこにもいないだろう。その後愛ちゃんの病気はすっかり治り、合宿の時にはもう元の綺麗な顔に戻っていた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。